52年1月4日、日野基町の主要幹部約270名が大会議室において新年の挨拶交換会を行った。1月9日、習志野演習場に浜田防衛政務次官を迎え、地元の一般市民、自衛隊関係者など多数が見守る中、空挺団の初降下が行われた。1月20日、北海道八雲分屯基地に第3校舎群臨時第20校舎隊が新設された。この校舎隊新設により北海道及び青函地区の防空能力が一段と強化されることになった。2月1日から6日まで第28回札幌雪まつりが札幌市内の大通公園と真駒内駐屯地で開かれた。今年も第11師団を主力に隊員延べ2万4000人、車両延べ4300台で支援に当たった。会場には自衛隊製作の17機の大雪像を含め大中小170機が登場。見事な雪の芸術に内外の観客を感嘆させた。2月8日9日の両日、北部方面隊冬季戦技競技会が北海道の島松演習場と真駒内射撃場で行われた。この競技会には北部方面隊の各部隊と特別参加の海上自衛隊大湊地方隊など隊員約2200人が参加した。普通科連隊グループでは第25普通科連隊が予想通りの強さを発揮し、44年以来連続の V9 を達成した。2月20日航空自衛隊ニュータバル基地において恒例の第3回たこ揚げ祭りが行われた。本年はたこに造詣の深い東京学芸大学広井勉教授を招き、基地周辺の子どもたちにタコの作り方などの話をし、手作りのタコを揚げて一日を楽しく過ごした。2月15日 C46 輸送機天馬の退役式が美保基地で行われた。航空自衛隊の創設機から活躍してきたが、国産中型ジェット輸送機 C-1 にその任務を譲り、姿を消すことになった。昭和32年に就役した苦戦艇、狩、木地、鷹、鷲の4隻は、横須賀地方隊第一苦戦隊において、各種行事や災害派遣に目覚ましい活躍をしてきたが、3月15日、20年間にわたるその歴史に幕を閉じた。偵察航空隊入間分遣隊は3月25日をもってその任務を終了し廃止された。4月1日福岡県の築城基地において15年間にわたり
西日本の防空に従事した第8航空団第10飛行隊を廃止した。第10飛行隊の栄光の歴史と業績をとどめるべく、隊員の志により迎撃と刻まれた記念碑が披露された。3月1日、フランス海軍練習巡洋艦ジャンヌ・ダルクが3年ぶりに親善訪問のため東京晴海ふ頭へ入港。1週間にわたり両国の友好に寄与した。3月27日、防衛大学校第21期本科学生491名および第14期理工学研究科学生75名の卒業式が、福田内閣総理大臣、河野参議院議長、三原防衛庁長官をはじめ多数の来賓を迎えて行われた。式場、猪木学校長は、私は何よりもまず人間としての成長を望むと花向けの言葉を送り、卒業を祝した。桜の花ほころびる4月5日、防衛大学校では第25期本科学生493名と外国人留学生3名、第16期理工学研究科学生74名の入校式が行われた。今年度より奈良の航空自衛隊幹部候補生学校で婦人幹部候補生の教育が開始され、4月6日婦人幹部候補生6人が第67期幹部候補生の一員として入校した。4月11日、防衛医科大学校第4期生84名の入校式が、三原防衛庁長官を迎えて行われた。4月10日から11月27日まで、栃木県小山遊園地で防衛庁が講演して昭和大博覧会が開かれた。陸海空各自衛隊は戦車、装甲車、火砲、航空機などを展示し、約150万人の観客に自衛隊を紹介した。4月15日、東京赤坂の迎賓館で国賓として来日されたフィリピンのマルコス大統領に対し特別儀仗を行った。特別儀仗が始まって以来、今年で20年を迎え、これまでの回数は376回に達した。北海道上富良野演習場内の多田弾薬支所では、施設を拡充して分屯地となり、4月15日、北部方面総監をはじめ、部内外関係者多数が出席して、開庁式を行った。第3特科軍は昭和32年別府駐屯地開設以来、20年間にわたり
災害派遣をはじめ各種行事に参加し市民に親しまれていたが、4月28日湯布院駐屯地へ移住した。5月19日、川崎重工神戸造船所において丸山事務次官を迎え、7隻目の1850トン累積型潜水艦が多数の参列者の見守る中で八重潮と命名され進水した。5月16日、米国太平洋空軍司令官ウィルソンジュニア大将が航空幕僚長を表敬訪問した。その席上、議場の大役を果たした若い航空自衛隊員に対してラグビーボールにサインをし、その労をねぎらった。5月23日から26日まで在日外国武官団19名が中部方面隊を訪問。姫路の第3特科連隊で105ミリ砲 L90 などの訓練、伊丹の釧路訓練場で第36普通科連隊の格闘訓練を視察した。一行はその後、中部方面総監部で総監などと懇談、記念品の交換を行った。5月28日、ブラウン米統合参謀本部議長は防衛庁に三原防衛庁長官を表敬訪問した。今年度から全国主要5地区で各自衛隊音楽隊による野外コンサートが始まった。東京地区では5月から毎週木曜日、新宿三井ビル前55広場で木曜コンサートとして行われ、多数の愛好者が昼休みのひとときを楽しい音楽で過ごした。6月6日、福田内閣総理大臣を初めて栄誉礼で防衛庁に迎え、2年ぶりに自衛隊高級幹部会堂が開かれた。6月10日、11日の両日、三原防衛庁長官は着任後、初めて北部方面隊を視察。特に第7師団では隊員と懇談し、その生の声を熱心に聞いた。6月11日、防衛医大高等看護学院第2期生の待望式が行われた。白衣姿の63人の乙女たちは一人一人キャンドルに愛の火を灯し、社会に貢献することを誓い、看護学生としての自覚と決意を新たにした。6月16日、
三菱重工小牧南工場で浜田防衛政務次官が出席し、支援戦闘機 F1 の引き渡し式が行われた。引き続き名古屋上空において初飛行が行われ、明細を施した雄姿を披露した。6月25日、昭和52年度海上自衛隊遠洋練習航海のため、佐藤司令官以下約700名が練習艦香取と護衛艦高槻の2隻で横須賀を出港、ハワイ、オーストラリア、シンガポールなど10カ国訪問の途に就いた。各訪問国で温かい歓迎を受けた。第7飛行隊は昭和35年に第4航空団所属となって以来、多くの戦闘機パイロット養成や領空侵犯に対する措置任務などに活躍してきたが、7月1日その任務を完了し廃止された。7月21日、海上自衛隊恒例の展示作業が伊豆大島沖洋上で行われた。比叡を機関とした6隻の護衛艦に、イギリス、カナダ、西ドイツなど10カ国の武官団、内外の報道関係者、その他約2000名に航空機からのロケット弾発射、護衛艦の護ホース発射、潜水艦の浮上など日頃の訓練の成果を披露した。7月27日、ブラウン米国防長官は防衛庁を訪れ、三原防衛庁長官ら防衛庁関係者と話し合った。築城基地にシルバーグレーの F4EJ18機が配備され、8月1日西部航空方面隊司令官を迎え、第304飛行隊の編成を完結、西日本防空の要としてその任務に就いた。8月7日午前9時12分、北海道壮瞥町と伊達市にまたがる有珠山が轟音とともに大噴火。第7師団は隊員延べ約1万3000人、車両延べ約4300両、航空機延べ約60機を派遣し、洞爺湖温泉街住民2600人と患者80人を車で避難させたのをはじめ、道路の警戒、物資輸送、給水などを行った。北海道旭川市の東高洲分屯地は昭和29年開設以来、23年間の基地通信所としての任務を終了し、8月20日廃止された。9月1日、
中村海上幕僚長は後進に道を譲り、関係者に見送られて離任。新海上幕僚長として大賀海相が着任した。7月9日、防衛研修所第24期研修員34人の修了式が行われた。9月3日には防衛研修所第25期研修員36人の入所式が行われた。9月6日、首相官邸で昭和52年度防災功労者の内閣総理大臣表彰が行われ、陸上自衛隊第3、第6、第10、第13師団と海上自衛隊呉地方隊の5個部隊に福田内閣総理大臣から表彰状と盾が贈られた。9月13日から16日まで愛知県総合防災訓練が豊橋市神野埠頭で行われた。この演習は大地震を想定し、県、県警、消防、その他市民代表とともに陸海空の自衛隊も参加し、震災時の復旧、救助及び道路の警戒などの訓練を実施した。日米防衛首脳定期会談に出席のため訪米していた三原防衛庁長官は9月19日帰国、羽田空港で記者会見し、日米安全保障体制を堅持するためにも日米相互理解が必要であると述べた。第32回国民体育大会アスナロ国体が青森県を舞台に開かれ、陸海空自衛隊が大会を支援した。夏季大会には海上自衛隊が大湊湾の想定コース、ヨットコースの海上整備や競技運営を支援、大会運営の原動力として活躍、大会関係者及び県民から感謝された。10月3日から14日まで昭和52年度航空自衛隊総合演習が日本全土を舞台に繰り広げられた。この演習は航空自衛隊が総力を挙げた大規模な演習で、参加人員約4万人、航空機約400機、陸上自衛隊、海上自衛隊の一部も参加し、C-1 輸送機による戦闘機部隊の機動展開支援と内機部隊の機動展開を中心に実施された。第一空挺団では11月7日から10日まで初頭の東富士演習場において空挺団演習を行った。C-1 輸送機からの空挺団の一斉降下は、
富士山麓の空を見事な傘の花で埋め尽くし、詰めかけた多数の観客を魅了した。10月15日、三菱長崎造船所において大賀海上幕僚長を迎え、3隻目の3850トン型ミサイル搭載護衛艦は朝風と命名され進水した。10月27日、輸送艦根室の引き渡し式が行われた。根室は6隻目の新造艦で大港地方隊に所属し、北の海で海上輸送の任務に就くことになった。10月20日、鮫島統合幕僚会議議長は後進に道を譲り、関係者に見送られ離任。新統合幕僚会議議長にはクリス陸上幕僚長が就任した。新陸上幕僚長には高階陸将が就任した。大蔵たる偉業と元気あふれる隊員諸君の勇士に深すぐせしり、芝居の一端を申し述べることは、自衛隊の最高指揮の任にあたる者として深く喜びとするところであります。10月30日、昭和52年度自衛隊記念日中央観閲式が朝霞訓練場に福田内閣総理大臣を観閲官に迎えて行われた。初参加の海上自衛隊、航空自衛隊の婦人自衛官約150人を含め、参加人員5200人、車両250両が約3万3000人の観客の前で堂々の行進を繰り広げた。11月4日から6日まで、昭和52年度防衛大学校第25回開校記念祭が横須賀小原台で行われた。学校創設以来四半世紀を迎え、卒業生は約9700人。今や陸海空自衛隊の中核として活躍している。開校祭のメインイベント観閲式、棒倒し競技などが訪れた大観衆を前に行われ、大きな拍手が送られた。11月25日、26日の両日、77年自衛隊音楽祭りが特別ゲストに宝塚歌劇団の春名由里さんを迎え、東京九段の日本武道館で行われた。陸海空音楽隊をはじめ隊員2000人、部外から250人が参加し、躍動感あふれる美の祭典を繰り広げ、延べ3万5000人の観客を魅了した。1月28日、三原防衛庁長官は全庁職員の見送りを受け離任。
第34代防衛庁長官には金丸信氏が儀仗隊の栄誉令に迎えられ就任した。11月30日、浜田防衛政務次官は全庁職員の見送りを受け離任。第32代防衛政務次官には竹中治氏が就任した。12月6日、金丸防衛庁長官は東部方面隊を初度視察。所管が祖国100年の礎になっていただきたいと励ました。12月21日、自衛官の増員及び部隊の改編を含む懸案の防衛二法改正案は衆議院本会議で3年ぶりに可決成立した。12月23日、スクランブル機は輪島沖上空で新型ミサイルを積載したソ連爆撃機を発見した。12月28日、首相官邸で国防会議が開かれ、昭和53年度から次期主力戦闘機 F-15100機、次期対戦哨戒機 P-3C-45機を導入することを決定した。ポスト予次望の初年度にあたる昭和52年は基盤的防衛力の充実を目指して一歩一歩前進し、国民の深い認識と温かい理解の中で着実な歩みを続けた一年であった。